中西マン、絡みはないけど知ってるよ。なんで？中西マンがどうしたの？なんかあった？キャスで倒れた。救急車呼べない？倒れたって何？酔っ払って倒れたの？ちょっと酔っ払って、何で倒れたのか教えて。酔っ払ってるのかどうか教えて。うん、オッケー。酔っ払ってたかどうか教えて。酔ってない。はい、わかった。ありがとう。ごめんね、夜中に。ごめんね、夜中に。中西マンの住所わかる？中西マン倒れたんだって。なんかトイレから出てこなくてっつって救急車呼びたいって言ってんだけど、リスナーさんが。住所わかる？いや、住所はわからない。なんか住所わかりそうな。は、うん。あ、足いい、立放送区。中だから言わないで。どうしよっかな。誰か住所わかりそうな人いる？家とか。他にアグリンとか。アグリン、ちょっと聞いてみるわ、じゃあ、アグリンに。ありがとはい、わかりまう。うん、した。はいはい、ありがとね。はい、失礼しまはす。い。アグリン、あれ？石野だ。石野。あ、石野、あれだ。フロー切れたんだ。使えねえな、石野、こういう時。エルピか。今の解放。誰がいる？ひどんな。どんな繋がってねえか。どうしよう。誰がいるか。中西マン誰がいい、仲いい。よく絡んでるの。わかんねえな。
俺も会ったことはないんだよ。LINE でしか繋がってなくて。参ったね。アメリカ人か。ありがとごめんね、朝方に。今配信中なんだけど、中西マンの住所わかる？知らない？なんか中西マンが倒れたらしくて、なんか住所を知ってそうな人とか心当たりあったら教えてもらいたいなとか思ってさ。そうな人ですよね。なんか結構マジでやばいらしいんだって。女に溺れてますからね。多分リスナーの方が知ってると思うんですけどね。あ、そっか、わかんないか。ありがとう。ごめんね、朝方に。すまん、寝てるときに。また何かあったら、絡みましょすいません。う。お疲れ様です。はーい。解放知らないって。満喫を知らないと思うな。俺が繋がってないかな。満喫を、繋がってたわ。エルビア出なかった。住所、エルビア出てない。満喫を出ない。じゃあ、ワン太郎行くか。最後ね、ワン太郎。ワン太郎。電話するね。いや、アメリカ人は分かんないって。今電話した。あ、ごめんね、配信中に。もしもし？もしも、ごめんね、配信中に。しかもあと3分で終わっちゃいますよ。ごめん、いや、違くて、中西マンがぶっ倒れてて、中西マンの家知ってる人を探してるんだ。中西マンが今倒れて1時間以上、救急車呼びたいんだけど、誰も住所知らなくて、誰か知らねえかなと思って。待ってくださいね。ヒドンナさんだったら知ってるかも。俺なんか一回行ったことあるんですけど、詳しい住所までちゃんと覚えてないです。マジか。ちょっと待ってください。ひどんなだったらわかるかな。結構前仲良かったんで、もしおかしたら住所知ってる可能性ありますね。それか、あとう。はアメリカ人って知ってます？いや、アメジンはね、住所わかんないって言ってた。もう、アメジンにかけて、そう、ワン太郎にかけてるんだ。マジか。ああ、そっか。多分ひどんなさんが結構そっちの交流強かったと思うんで、もしかしたら今わかんないですちょっけとど。待って、北綾瀬の方？そっちの方ですね、あ、多分。オッケー、わかった。あ、本名とかわかる？中西マンの。本名はわかんないです。わかんないか。オッケー、ありがとう。あ、俺ね、ひどんなと繋がってないんだけど、ひどんな繋がってるわ、あんたろ。あ、つながってますね。嘘。ひどんな何やってっかな、今。ひどんなにさ、もしよかったら、聞いてちょっくと、んね？わかりました。連絡ちょっと取ってみます。申し訳ない。ありがいいっとす。またじゃあ連絡返します。う。ありがとうございます。ごめんね、配信中はに。い。ちょっと待って、中西和智6回？中西和智。のんちゃん、電話貸して。住所は間違ってないの？それ。ありがとう。ちょっと待ってね。
和友ね、中西和友ね。誰かさ、中西マンのツイキャスの URL ちょうだい。中西マンのツイキャスの URL 送って、俺に。あ、すいません、救急でお願いしたいんですけれども。ですね、ちょっと待ってください。北綾瀬の6の30の10。いや、多分アパートだと思うんですけど、インペリアル堀内の201。あ、201ですね。ですね、僕、実はですね、本人ではなくて、倒れてるのが多分中西和友っていう人なんですけれども、インターネットで生放送、ニコ生みたいなのをやってるんですけど、倒れたらしくて、で、そのまま、なんか、そのネットで、なんていうんですかね、救急車呼んであげてっていうふうに言われて、知人なんですけど、僕は。はい。はい。あ、他の方がもうされてるっていうことですね。あ、わかりました。ありがとうございます。はい、失礼します。もう、他の人が通報してるって。他の人が通報してるって。ありがとう、のんちゃん。サンキュー。通報してるって。だからこれ以上通報いらないって。あ、とんでもない、とんでもない。あ、とんでもない、とんでもない。ありがとうね、教えてくれて。救急車はもう大丈夫です、皆さん。これ以上かけると迷惑になっちゃうんで、もう何件も来てるって言ってた。それ向こうの枠で定期で流してあげて。あ、とんでもない、とんでもない。大丈夫ですよ。中西マンね、中西マンでツイキャスで放送中だって。ちょっと待って。あ、いいよいいよ。定期流してあげないと、多分110番、救急に迷惑かかっちゃうから。足立区って言ってたっけ。まあ、何にもないといいけどな。100万いかないよ。あ、枠の途中にいいよいいよ。ワン太郎とアメリカ人と俺が知ってるのは全部一通り当たったから、ワン太郎にも言わないとな。救急行ったった。電話した人に報告って何？もしもし。お疲れ様です。お疲れお疲れ。今ね、リスナーさんが住所と分かって救急に電話したんだ。マジっすか、よかったっす。もうちょっとひどんなさん連絡なかったんで、ちょっとどうしようかなと思ってたんで。そっかそっか、悪い悪い、忙しいところありいや、がよとかっね。た。
なんかちょっとどういう状況だったんですか？なんか今ツイキャスで放送をしてて、中西マンが。で、お腹が痛いだかなんだかで倒れたん、吐きに行くって言ったんだって、トイレに。お酒とか飲んでたんですか？いや、酒は飲んでないっていう話だった、リスナーマさんジっ曰すか？く。そう。で、もう何分も帰ってこなくて、で、リスナーさんが心配になっていろんな人を当たってて、で、その俺が、なんつうの、探してたみたいな。そうだったんですね。で、もう救急に連絡したら通報入りまくってるからもういらないって言ってたから、マジっすか？よかったよかった。ありがとう、ありがとう。いや、逆にありがとうございます。とんでもない、とんでもない。よし、わかりました。ありがとうございます。あ、そうだ、ワンタロウさ、映画の話なんだけどさ、映画。マこれ。ド監督。そうそう。ガチの話なんだけど、お前さ、主役でやんない？主役。主役？主役っすか？俺がっすか？どんぐらいの、いいですけど、どんぐらいの尺なんすかね？30分、ショートムービー。うわ、マジで30分のショートムービーで主役なんすか？そう。なんか、ストーリーって何ですか？今2案あって、2案の方で行くんだったら、ワンタロー主役でやりたいの。2パターンあるんですね。2パターンあるのね。だからまだほぼ確定ではないんだけど、それもその演者さんに頼もうと思ってて、2案の方が、ライバーっていう、そのライブ配信者の映画なんだよ。で、ワンタローだけワンタローじゃないキャラクターでやるの。他の人は、そのまんまでやるんだけど。そう。俺どういうキャラでやるんですか？要は、配信ってものを全く知らなかった人が配信を始めて、配信の中の苦悩を、その、ストーリーで見せていくっていう感じかな。なる恋ほ愛したど。りとか。そう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 。知らないおっさん家になんか連れてかれて、そのまま FC2 配信になるみたいな。まあそういうめちゃくちゃな経験をしていって苦しんでいったりとかしながら成り上がっていくストーリなんか役作りで必要なことってあるんですか？いや俺ワンタロー結構いけると思ってるから、マジっすか？特に脚本のね稽古が2ヶ月あるんだよ。その時に練習をするっていう感じなのね、スタッフさんと。だけど結構忙しくなるからどうかなとか思って。もちろん配信とか稽古中とか回してもいいし、いろんな配信者さん出るから結構まあネタにはなるかなとか思ってんだけど。なるほど。DV やりまくるキャラ、おい、ふざけんなよ。ちょっとわかりね、ます。そうそう、ワン太郎がいいなと思ってんのよ。今回のじゃあ、役的に。とりあえず、なんかいいお話なんで、なんかまた進展あったら連絡ください。オッケーオッケー。多分ね、夏、ステゴロ終わってから本格的に始動するから。そうだ、ワドさん出るんですよね、ステそうゴそうロ。そう。だから出るんでまあ、すか？それまでは全然時間あるから。わかりました。ちょっと頼むわ。インドお土産買ってきましたよ。マジで？石の話。マジで？また何かあったら飯行きましょ行こうよ、う。行今度こうまよ。た。暇な時に連絡ちょうだい。了解です。何、今どこ住んでんだっけ？ちょっと言えないんですよ。リスナーさん家なんで。あ、そうなんだ。都内近いの？近いんで大丈夫ですよ。あ、オッケーオッケー、わかった。じゃあ暇な時に連絡ちょうだい。いいっす。ういっすういっす、ありがとね。いいっす。今年もよろしくお願いしうまいっす。す、よろしくっす。万太郎知ってる知ってる。ワン太郎ね、顔がいいんだよ。ビジュアルがいいの。写真何回か撮らせてもらったんだけど、結構ね、面が整ってんだよね。だし、なんか中性的じゃん。キャラクターが入らないから、感情移入しやすいなとか思って。ありがとね、みんな。あとはまあ、中西マンも、できること俺らにはないよね。ビジュアルいいんだよね。そう。あとね、意外とね、演技派なんだよ、あいつ。そう。ワン太郎主役は入りやすいなと思って。
腹筋が結構ありそうに見える。いや全然ないよ。おはようございます。おはよう。風船ありがとう。アイテムありがとう。まあ、中西マン無事だといいけどな。大丈夫かな。まだ救急車来ない感じかな。マイクミュート。マイクはミュートになってんだ。配信時間経過はどれくらいしてんの？もう1時間半か。胸筋か。胸筋はちょっとあるかもしれない。トイレでぶっ倒れてんだろうな多分な。お腹痛いっつったんだよね、うん、近くに住んでる人がね突してくれたらいいんだけどね、うん、盲腸とか急性盲腸とか、うん、まあね走ってるだけっすよ。走ってるだけ。顔でハサミ切ってんの？顔でハサミを切ったの？すげえな。吐く音出ないためにミュートしてトイレに向かったんだ。なるほど。胃が痛いっつってたんだ。ああ。まあストレス溜まってたのかな。救急車遅いね。まだ来ないね。こういう時って救急車ドアぶち破ってくれんのかな。どうなんだろう。こういう時ってどうなの。救急隊ってドアぶち破ってくれんの。中西マンがぶっ倒れたんだよね。彼女は昨日昼まで中西の話聞いて仕事行ったらしく今寝てる、うん、バールでこじ上げんのは鶴のシーンだわ、うん、まだか。あ、ごめんね、マンキツオ。あ、もしもし、すいません、あつさん。うん、はい、ごめんね、なんか朝方に。いや、ちょっと寝てました、はい。うん、なんかね、マンキツオがぶっ倒れて、それで住所わかる人探してたんだけど、住所わかったからさ。え、ま、あ、え、マンキツオが？そうそう、あ、ま、お前か、マンキツオは。中西マンか、ごめんごめん。中西マンがぶっ倒れて、で、中西マンと仲いい人探してたの。え、大丈夫なんですか？中西さん、どうなったんですか今。ね、救急隊に住所伝えてあるから、救急隊待ち、ツイキャスで配信やってる今。あ、そうですか。うん。わかりました。ごめんね。ありがとうございます。はい、はい。ありがとう。はい。よいしょ。多くしないとね。僕なんか、僕満喫なんですけど。もしもごめんね、なんか朝早くに電話しちゃって。いえいえ、大丈夫です。そうそう、中西マンの件、そうそう、はい、今ちょっとなんかいろいろ、あの携帯で連絡来てて、うん、あのその救急車がという話で全然ちょっとつかめてないんですけど、状況を。ね、住所はリスナーさんが分かって、もう救急隊は通報何件か来てるから向かってるはずなんだ。はい。あれ、エルピは正しい住所知ってるの？僕、中西の住所わからないですね。あ、そうなんだ。遊びに行ったこともない？行ったことはないですね。あ、そっかそっか。はい、多分ね、住所は合ってるとは思うから。ええ、うん、了解です。うん、はい、うん、今じゃ向かってる
向かってると思うけど、その住所が正しいかどうか分かんなくて、それも裏は取りたいなとか思ってたんだけど、うん、オッケーオッケー。ちょっとじゃあ僕も聞ける人に聞いてみます。うん、はい、中西マン自体はツイキャスで放送まだ回ってるからですよね今。うん、はい、オッケーオッケー、ありがとうね、朝方にごめんね。いやいや、うん、了解です。お疲れ様です。中西マン大丈夫かね。ツイキャスで中西マンやってるからまだ来ないんだ。定期的に流してあげて、あの救急車はって俺が流すか。寝てるだけだったらいいんだけどね。まあ何かあったら分かんないかな。ひどんなが連絡先分かんなくて、でワン太郎がひどんなあの連絡してくれたんだけど、中西マンのマンはカタカナだね。間違った住所だからちょっと遅いよね。エルピ倒れてって言ったら面白かったのに。石野がね、 LINE がブロックしてんだよ、あいつバカだから。こういう時使えないんだよね、イシノ。定期的にブロックしたり、アカウントバーンするから、あいつ。さっきの住所で合ってるのかな？北綾瀬の。あれで合ってる？間違ってない？管理会社の了解ないと開けらんないんだ。しかも音がミュートだから状況わかんないんだよね。石野使えないよね、こういう時ね。どうすればいいんだろう。合ってないの？さっきの住所。中西マン引っ越ししてるの？オートでアルカローシスを起こして痙攣し意識を失ったりしてる可能性が怖い。多分トイレでぶっ倒れてんだと思うけど。北綾瀬行く？今から俺。いいよ。駅は？最寄り駅はどこ？ひどんなに俺が連絡先知らなくて、ワン太郎経由で連絡はしてもらった。ひどんなの住所わかんないんだよね。いいよ。ちょっと待って、最寄り駅どこなのかな。あ、っていうか俺今日仕事だわ。ちょっと待って、北綾瀬、ちょっと待って、北綾瀬、北綾瀬ってどこ？埼玉？埼玉。違うな。足立？誰か近くにいねえかな。来ないね、救急車。近い人、亀有の近くか。仕事より人命？分かったよ、行くよ。ちょっと俺行ってくるわ、のんちゃん。
爆音よしおが近所に住んでんの？いや、爆音よしおが住んでるんだったら爆音よしおにお願いしたいんだけど。爆音よしお近所なの？爆音よしお近所？爆音よしおつながってたっけな。爆音よしお繋がってねえな。金梅さんはさすがに先輩は無理だよ。ザラザラ騒ぎさしてんだから行けなよ。さんざらかき回してんだから。解放に聞いてみっか。解放に聞いてみるわ、もう一回。もしもし。はい。なんかさ、エルピの近くに爆音よしおが住んでるって噂なんだけど、知ってる？爆音よしおの連絡先。よしおさん、LINE は知ってますけど。LINE は知ってるか。なんかね、救急車来ないんだよね。はい、来ない。うん、で、今、なんか近くに、うん、あ、でも放送だから言わない方がいいんですよ。あ、でも知ってるから、みんな知ってるからいいや、うん、あの本人も言ってるから。アジアスっていう、うん、美味しいご飯屋さん、定食屋さんの近くなんですよ。うん、ちょっと待ってね。それ待って。北綾瀬、はい、北綾瀬。アジア、あ、アジア、アジに安いで、うん、アジアスね。アジアス定食屋で、住所調べてみて、うん、さっき、いや、さっきの住所で多分合ってると思うわ。合ってる。うん、はい、あ、多分合ってるな。近所だね。うん、あ、はい、どうしようかな。私が知ってるのはその情報ぐらいなんですけど、うんうんうん、マンション名までは分かんなくって、うんうん、はい、まあ、多分ね、さっきの住所に近いから、はい、あれだわ。小島グランプリ聞いてみっかな。うん、まあいいや、ありがとう、分かった。うん、はい、ごめんね。いいね、はい、はい、はい、失礼します。来ないね、救急車。アジアスの近くだから合ってると思うよ。うん、参ったね。あ、いいよいいよ、気にしないで。いや、金梅さんに頼むっていうか、小島グランプリ。小島さん出ないね。うん、行くかしら。寝てるね。行くしかないな、これ。行くわ。でも1時間かかるよ。
いや、救急車放送見てるけど来てないんだよね。じゃあちょっと電話番号分かれば救急隊の場所分かる。電話番号分かんないね、相手の。寝てたら寝てたでいいんだけど、死んだら嫌じゃん。アメリカ人は分かんないって住所。お薬とかかもしれないしね。お薬、うん、何お薬って。お薬飲んで倒れちゃった分かんない全然。いや車じゃないんだよ、のりこ。ちょっと行って、タクシー使えって。マジで言ってんの？いくらかかるかな。タクシーっていくらぐらいかかる？まあ後悔、死んだら嫌だしな、会ったことねえけど。タクシーしかない、分かった。オッケーオッケー、いいよいいよ、行く行く。じゃあ一回放送閉じるわ。6,800円、まあいいよ、しょうがないよ、行くわ。15,000円もかかる？電車だと1時間って書いてあった。7万もかかんないでしょ。稼いでるんだから7,500円。どうしよう。じゃあツイキャスで枠開くから、ツイキャス集合で。お疲れ、お疲れ様です。ツイキャス集合で。ツイキャスひらがなで、ワード漢字で監督で。中西マン、うん、様子がおかしかった、おかしかったから。なんか減らってるんでしょ。そうそうそうです。えで昨日も電話したんですよ。もう中西マンの前にそのリスナーさんはいて、はい、救急隊もいるってこと。そうですそうですそうです、らしいですよね。救急隊もいたらしいんですけど、何も安全なかった、とっとほほな感じで、うん、あの連絡が帰ったってこと。まあ、僕も人を通して、うん、その人と連絡取れる、その人のライン。僕は取れないんですよ、その人は。もう一人の人とワンクッションあって撮ってるから、うん、今その男性の人とは撮れないんですよ。男性の人なんですけど、なんで。家には行ってるってこと？行ってる、行ってますね。多分確実ですよ、その人は。確実なの？で、確実です。でも、状況がわかんねえかな。おお、まあまあ、ありがたいんだけど。わかんないです。だよね。とりあえず、だから今、ワイトさんが。俺が行かない方がいいってこと？そうそうそういうことですよ。オッケーオッケーオッケー、ありがとう、助かったわ。はい、すいません。はい、すいません。はい、うん、失礼します。おいっす。これどうした方がいいのかな。入ったね。なんかね、今満喫王から連絡があって、満喫王から連絡、状況的にね、満喫王から連絡があって、リスナーさんがもう家の前にいるらしいみたいな状況な、また聞きのまた聞きだから、あれなんだけど、どうすりゃいいんだろう。どうすりゃいいんだろうな。でも、どう思うのんちゃん。リスナーさんが言ってると思います。動かない方がいいのか動いた方がいいのか、もう状況が分かんねえな、これ本当に。そう、錯綜するから、うん、だから移動しない方がいいと思う。
あのね、今ね、満喫王から電話が来て、これもまた聞きの情報だからあれなんだけど、満喫、要は中西マンと古い人が家の前にいるっていう情報をまた聞きで聞きましたっていう報告をされたの、満喫王から。で、満喫王は行かなくていいって言ってるんだけど、だけど、配信がどうなってる、これ。救急車は呼んだの。北綾瀬の、さっきの聞いた北綾瀬の住所では聞いてるのね。で、俺今行こうと思ったんだけど、満喫王に行かないで、ちょっと待っててくれって報告は受けてるんだけど、満喫王がそのリスナーさんと繋がってるわけじゃないのよ。だからね、ちょっとまた聞きの情報だから、俺も行く分には全然構わないんだけど、中西マンの家全然行ってもいいんだけど、ミュウツーが家わかるみたいだけど、ブロックされてるから協力しない。バカだろ、あいつ。救急にはもう連絡は入れてんの。で、リスナーさんから何件もその住所で、通報は入ってるんで、通報はもう大丈夫ですよって言われてるから、救急は連絡は行ってます。ただ、救急車がついてないっていうのと、リスナーさんがもう家の前にいるっていうけど、状況が変わってないから、俺がこの部屋にいて、その連絡いろんな人を取り合いながらまとめた方がいいのか、それとも俺が向かった方がいいのかっていうのが、俺が向かっちゃったらパソコンから離れちゃうからさ、リスナーが言ってたら配信そもそも、そうそうそう。だから俺その人と連絡が取りたいんだけど、どういう状況なのかっていうのが、どうしたらいいかなと思ってて。まあ命に関わることだからさ、まあとりあえず救急車には北綾瀬の住所にはその連絡はしたのね。だからなんでこんな30分も経ってるのに救急車がついてるないかどうか分かんないんだよね。家の前にいても救急車来ないってことは心配ですよね。ちょっと待ってね、もう一回満喫に電話してみるね。もう一回。もしごめんね、たびたびごめんね。いえいえ、まだね、僕もちょっと状況でそこまで整理できてなかったから、詳しく言うと、なんかその、リスナーさんが行ったじゃなくて、電話をもう、ワトさんよりちょっと前かな、その後か分かんないですけど、救急隊電話したらしいんですよ。なるほど。で、救急隊から電話があっても、いっぱいその、もう大丈夫でしたっていう連絡があったらしいですよ、と。あ、行ったわけじゃないらしいです。なるほど、なるほど。要は、中西マンは無事だっていう連絡を折り返してもらったってことね。そうですね、そうですね。じゃあ、なんでこいつ。多分だから、ワトさんも多分救急隊にもう一回電話したら、もしかしたらその教えてくれるかもしれません。僕もその方とは直には連絡取れないから、じゃあ何？その電話かかってきたただ減らって、配信ぶん回してトイレにこもってるだけっていう状況ってこと？いや、わからない。それだと多分ね、多分画面も多分動くでしょうし、多分部屋も多分そこまで広くないですからね、多分中西さんの家は。多分声が入ってくると思うんですいけど、や、ちょっとわかんないですね。俺が心配なのはさ、中西マンが無事だったら何でもいいわけじゃん、別に。そうですね、そうですね。そうそうそう。だけど、状況が変わんないから判断ができないっていうので、みんな心配してんのよ、リまあ、スナーそうさですんよも。ね。そうですよね。まあ、とにかく無事で、なんかもうとにかく、とほほほみたいな感じで連絡あったから、多分減らって何かやってるんだと思いますよ、多減らってるだけってこと？分。と思うんですけどね、それ何かあって、人と会ってるかもしれませんし、もしかしたら。もう一も回しかしたら、さ、リスナーさんにも説明しないといけないから状況整理なんだけど、はい。そのリスナーさんっていうのは、中西マンと古い人ってことだそう、よ古ね。いですね。その、あくまでも僕はその、間クッション、ワンクッション置いてるんですけど、その、2人のリスナーさんのがいて、どっちとも子さんなんですけど、中西マンの。それ、また聞きっていう状況だよね。ま要たは、ぎです中ね。西マンがいて、仲のいいリスナーさんが警察やり取りしてて、そそうのです人ね。と仲のいいリスナーさんがいて、その人から満喫王に伝言ゲーム状そう態でですしね。ょ。そうですね。最初僕もちょっと、きつおちゃんやばいですよ、みたいな連絡来てて、まあ、さっき和藤さんのあれで電話した、する後に、まあ、気づいて僕も連絡返してたんですけど、
うん、あじゃやばいねってなっとったら途中で来て、うん、わワトさん今行くみたいよってのはもう救急隊が電話あったらしいから、うん、あとすぐワトさん電話してって言われて僕でワトさんまた電話したんですよ2回、うんうんうん、助かった助かった、うん、じゃあ何、はい、救急隊はもう状況を把握してて、そうですね、無事なのは無事なの、もしかしたら部屋の外にいるんじゃないですか、全然投稿っていうぐらいだから多分あれ配信切れた、あいつ切れたんすか、中西マン多分何かやってるんでしょう、ね、あなんだ減らってるだけってこと、うん、まあ、相当減ら、昨日やばかった、やばかったんですよ、中西マン減らってるだけってこと、ハサミで額を切ってからね、ちょっといろいろあったんですよ昨日、うん、じゃあ、いや画面変わったラジオに、これあれでしょう、ふざけてるだけでしょう、多分相当、まあ、メンタルは多分狂ってる、狂ってる、メンヘラでしょ中西マンって、ね、メンヘラですね、あ、うん、オッケーオッケー分かった、じゃあ行かないわ、はい、オッケーオッケー、はい、了解です、はい、ごめんね、巻き込んじゃってごめん、はい、ありがとう、本当助かる、いえ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 、はい、お疲れ様です、うん、今度飯でも、あ、お願いします、すみません、ういっすー、はい、お疲れ様です、ういっすういっす、人騒がせだなこいつ、報告と、救急隊から、無事、もしもーし。スカイツ。いや、わかんない。今、どういう状況なの？俺も配信中だから、画面が切り替わった、あ、なんかついたな、うん、なんか今和道さんの配信ちょっと見てたんですけど、うん、ヘラってかまってちゃんで、うん、だからとりあえず無事だっていうことなんですよね、俺は確定ではないと思ってるから、いやとにかく俺は中西マンが別に生きてりゃ何でもいいの、ヘラってるんだったらバカだなでいいんだけど、なんなのこのラジオにプチプチ切り替わったりとか、いやなんか俺も、うん、これ許せないですね。なんかその人の心配をなんか、うん、ね、もうなんか元気だったら元気でいいんですけど、うん、もう配信をこうぶん回されると、うん、それそう、みんな気になっちゃうから。いやそれそうでしょ。いやそれはもう中西マンがぶったたかれりゃいいわけじゃん。配信会から干されてさ、リスナーからぶったたかれるわけじゃん。うん、ふざけんなっつって。いや本当ですよ、うん。悪い悪い巻き込んじゃって。いや大丈夫ですけど、まあなんか、うん、とりあえずまあ、うん、無事。ぽいよね。っていうかあのコメント欄で無事だったらあの声出せって一言無事ですって書けって言おうぜ。うん、そうしましょう。うん、そうしよう、みんなで書こう。うん、はい、ありがとうございます。はい。いやこれないでしょ。中西マンの音声って出てるの？電話に出るとこの画面になる。ああそういうことか。うん、どういうこと？誰かと話してるってこと？っていうことは。こういうのは良くないよ。音声は出てないんだ。画面が切り替わって、ミュートにはなってるんだ。じゃあ誰かと電話してるっていうことで確定で OK なの？これ。なんか、こういう時って俺思い込みとか情報って良くないと思ってんの。確かな情報が欲しいのね、俺は。確定した情報が欲しいの。着信になるとこうなるんだ。でもなんか救急隊が来てないし、状況がわかんないんだよね。まだわかんないよ。その、また聞きまた聞きだから。誰かから着信が来てるだけってことか。行く？もうめんどくせえから。と。行く？なんか減らってるのは減らってるらしいんだけど。どうする？ラチ開かねえよな。切り替わってるのはこれはね、着信が入るとなんだって。いや俺は別に中西マンと会ったことないけど、そのなんつうの、死んだら後味悪いし、これでさ死んでたらさ嫌じゃん。いいや行くわ、俺めんどくせえから。
どうする？いや、救急、これもまた聞きの情報なんだけど、タカニーさんね、満喫をから聞いたんだけど、救急隊からはもう無事でしたよっていう報告は受けてるんだって、そのリスナーさんが。いや、減らってるだけだったらぶっ飛ばすよ、本当に。減らってるだけだったら普通にお前ふざけんなよって言うけど、無事だったらそれでいいのよ。いや、乗っかるとか乗っかんないとかじゃなくてさ、心配は心配じゃん。いや、別にその本人が無事だったらそれでいいんだけど、だからこいつが、中西マンが減らってるだけだよって、ごめんねって手振ったりとか無事な顔見せたらそれで済む話なんだよ。でしょ、顔ちょっと見せてごめんねって言えばいい話なわけじゃん。そう、でも実際今その状況なのか、本人が本当に倒れてるのかどうか分かんない状況だから、乗っかるとか乗っからないとかじゃなくて、どうしたらいいのかこっち側も分かんないよ、そんな。みんなはどう思う？減らってるだけだったら、いや、もう普通にふざけんなよっていう感じだけど、後味悪くなるのが嫌なんだよ。まあいいや、行くわ俺、もうめんどくせえ。もう一回、じゃあツイキャスで枠開くから、ツイキャスでちょっと行くわ、もうめんどくせえ、後味悪くなるの嫌だから。ちょっとじゃあ一回放送切りますね、ごめんね、たびたびつけたり消したりで。ちょっと一回切るよ、携帯でツイキャス配信にします。いや、無事だったらそれでいいんだけど。ちょっと切るね。